小賀ゆ太郎は、日本の民法学者、東京大学大学院総合文化研究科教授、早稲田大学法学部助教授、法務省民事局付、東北大学法科大学院教授、一橋大学法科大学院教授を歴任。父は、大倉官僚、小賀ゆ美。さみ。1988年早稲田大学法学部卒業。1990年早稲田大学大学院法学。 研究科修士課程修了。鎌田香炉ゼミ出身。大学在学中級司法試験に合格し、1990年から1992年まで最高裁判所司法研修所司法修習生。1996年から1998年までパリで在外研究に従事。早稲田大学法学部助手、同助教授を経て、2001年から2003年まで。 法務省民事局付。東北大学大学院法学研究科総合法制専攻教授。一橋大学大学院法学研究科教授を経て、2020年9月より、東京大学大学院総合文化研究科教授。2015年法務省法教育推進協議会座長。2017年一橋大学法科大学院長。法科大学院協会理事。 法務省司法試験交際員等も務めた。梅本義彦、研究生活を解雇して、人との絆に支えられて、先週大学法学研究所書法42号8ページ、小賀裕太郎一橋大学、総計合同ゼミナールの終了にあたって、夕日各新任教員紹介、東京大学大学院総合文化研究科、教養学部、 2020年9月25日閲覧。法務省、新任のご挨拶、h q ハット、東北大学法科大学院教官紹介、東北大学、小賀裕太郎一橋大学、著者紹介、民法学を語る、法科大学院協会、平成27年司法試験交際院及び、司法試験及び試験交際院推薦候補者名簿、法務省、ありがとうございます。